はい、皆さんこんにちは。皆さん見えてますかね。 Hi everyone, welcome to my TV show International Tomoko International International Laboratory。 あ、かおりさんありがとうございます。よかったです。無事始まりました。ですね、今日は音も聞こえてますかね。大丈夫ですか。あ、左右反転だけど見えてる。反転してます。反転してる。ちょっと待ってくださいね。今確認してみます。あ、後でちょっと反転を直します。清美さんをゲストにお招きしてから直そうと思います。はい、今日、第3回目になりました、イントラ TV ですね。まだちょっと緊張してるんですけれども、皆さんどうぞよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。水越さん見てますということで、ありがとうございます。で、先ほど箱崎香織さんから、音 OK ということで、反転以外は大丈夫ですかね。そう、反転はちょっと後で直します。あ、米谷さん、3回目おめでとう、ありがとうございます。そう、なんか、始めたらあっという間に3回目になりまして、今日は本当にビッグビッグゲストをお迎えしての、配信になります。で、まずそうですね、皆さんぜひ、シェアよろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。ひろこさん大阪からですね、ありがとうございます。おはようございます。ともこさん、きよみさん今日も頑張ってくださいねということで、あ、みほさんもご視聴ありがとうございます。ではですね、ちょっときよみさんをお招きする前に、私がやっているお仕事のちょっと紹介をしようと思うんですけれども、私はまあこんな感じで、これはまあ英語のルーマニアのレシピ本なんですけれども、こんな、お料理の先生をやってたりとかします。で、ルーマニアはお肉の料理がとても多いんですけれども、こんな感じでね、野菜の料理とかもたくさんありまして、すごく、これはね、ちなみにナスのペーストなんで、焼きナスのペーストなんですけれども、こんな感じでとても野菜もたくさん食べれてヘルシーなお料理が多いので、今日本に2010年に帰国しまして、今そうですね、約7年間お教室をやっております。で、今年からですね、今年の3月から、いろいろな海外で活躍されている方とか、それとか、あとは、海外と日本をつなぐお仕事をされている方ですとか、あとは、国際交流のお仕事をされている方とか、シェア、ご興味がある方をゲストにお招きして、番組やってます。で、あ、ヨネアさん、ナスのペースト、そうなんですよ。この前もね、お料理教室で作りましたね。本当にすごくよく、ルーマニアの家庭では出てくる料理です。で、ひろこさんもシェア完了しましたということで、ありがとうございます。ではですね、ちょっと場も温まってきたかな、温まったかなところでですね、きよみさんをぜひ、こちらの方にお招きしようと思うんですけども、きよみさん OK ですか。あれ、きよみさんちょっと今お誘いしていいですか。あれ、きよみさんまだいないですね。きよみさんライブに入れますか。肝心のあれ、きよみさんがいない。どうしよう。ちょっと待ってくださいね。きよみさんじゃちょっとメッセンジャーで一回呼んでみますね。きよみさん入れますか。ちょっと待ってくださいね。きよみさんまだ入ってこられてない。あ、来た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 。よかった。きよみさんの。よいしょ。あれ、なんでできないんだ。よいしょ、これですね。お待ちください。私の方が説明しました。バタバタしちゃった。ごめんね。いやいやいや。おはようございます。
おはようございます、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。今日清美さんね、たくさんいろいろ聞いていこうと思うんですけれども、ぜひ、はい、自己紹介というか、はい、皆さんにご紹介いただければと思います。お願いします。はい、もうトモコさんとはかれこれ7年ぐらいお付き合いしていただいててね。そうですね、はい、今日初めての皆さんも見てくださってるかと思いますけど、皆さんこんにちは。私はオーストラリアの地図でいうと、右側の東側の海岸のゴールドコーストというところに住んでいるんですけれども、今から10年前ね、2008年に独立起業して、ソーシャルメディアの集客法とか、それからオンラインのセミナーなんかをね、こう皆さんにお教えする仕事をしています。で、トモコさんと出会ったのもやっぱりインターネット上で、うん、私今日本から見ると究極の地方在住者になるんですよね。もう飛行機で直線で飛んでも9時間ぐらいかかりますから、そんな中でどうやったら仕事ができるかなっていうことを模索して、でインターネットの中で可能性を見つけたわけなんですけども、今主にオンラインの講座を中心として、個人事業主さんとかね、ビジネスオーナーさんとか、ほとんど 99.9% 女性のお客様向けに講座をさせていただいております。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではね、改めてなんか変よね、いつも普通に、ね、もうしょっちゅう話してるから、初めての方もいるので、ね、はい、皆さんね、清美さんはすごく有名なのでご存知の方も多いと思うんですけれども、私も、7年前ぐらいですよね。7年もう本当に、起業して間もないくらい、起業しようかなぐらいの時ですかね。ぐらいの時ですよね。たまたまですね、そうたまたま、これもまあ話が長くなるのでちょっとね、はしょるんですけれども、もともと私そのカナダにね留学していたことがあって、はい、でカナダのすごく、まあ、有名ブロガーというか、はい、ね、その方もともこさんとおっしゃるんですけれども、はい、太田ともこさんという方の、懐かしいブログ、そう懐かしいですね。すごいね、彼女文才があって面白いんですよね、ブログが。そうね、ちょっとなんかその本当にもうオリジナルのネイティブなこうアクセントで現地のお住まいをぶちかましてる素敵な方でね。そうなんですよ。でこの前本当それこそ初めてリアルでバンクーバー行った時にセミナーにも出ていただいてお越しいただいたんですけども、はい、まあそのずっとブログの読者でまあいろいろよく読んでたんですけども、たまたまその方がね面白いんですよね。本当は今また復縁されたんですけど、当時、お別れしていた旦那さんに、子供と一緒にこう、ね、カナダに会いに行こうって言っててね。そうでした、ね、そしたらなんか暴風雨かなんかで台風直下が飛ばなくなっちゃったんですよね。そうそれで普通帰りますよね、飛ばなかったらね。普通ね、じゃあ家帰りましょうってね、普通ね、なんですけど、そこでともこさんのすごいのは、清美さんのゴールドコーストもね、おそらくには連絡をして飛ばなくなったんですけど、行ってもいいですかっていうね。そんなことありましたね。そうお子さん連れて急に来ましたね。そう急にすごいなと、面白いなと思ったんですけれども、それで、まあ、清美さんのところに行ったんですっていうお話がまあ載ってたんですよね。ええ、でそれでそれを見た時に、ちょうどまだあんまりその何ですかね、フェイスブックもやってた、時代的にはやってたんですけど、ブログが貼ってあって、はい、でブログをたまたまこのリンクをねクリックしたら、うわーっと思ってすごい衝撃を受けたんですよね。そう、私なんかこの人すごいいいなと思って、私この人みたいな生き方をしたいなと思ってすぐになんかこう、で当時まあ Facebook のね、リンクも貼って、ブログに貼ってあって、はい、連絡をしたら、なんかお友達申請がたくさんすぎて承認ができないって言われたんですよね。覚えてます？そんなこともありましたよね。でお友達がそうたくさんいすぎ、はい、すぎて、承認待ちがたくさんいすぎて、承認できないんですけど、はい、じゃあ私からリクエストかけるんで承認してくださいねっていうことで、それで、まあFacebook を通して知り合わせていただいたんですけれども、まあ本当に2011年以降のご縁の多分半分、7割ぐらいは清美さんから来てるんじゃないかってぐらい、めちゃめちゃすごくご縁を。嬉しいですよ。ちゃんと私も意図を持って、ともこさんとこの方がつながったらすごい面白いこと起こるなってことを常にやっぱ考えていてね、
で、あのともこさんにこんな集まりあるよとか、うん、こんなどうって僕をかけるんですよ、うん、それで私多分私のこの10年間の起業の中で一番多く私の写真に写ってたのともこさんだと思います。ああいうところにいらっしゃるし、それでただそこに行っていただくことで、あの私常日頃日本に、ね、前ずっといるわけじゃないじゃないですか。だからそこでご紹介した友達とかご縁を、うん、あの日本にしっかりこう根付いてるともこさんがその後上手に皆さんをやっぱりこう、ね、あのルックアップしてくださっていて、それはすごく嬉しいですね、うんうん、でそこからまたどんどんあの新しい声に発展させてくださっているので、ともこさんにもご紹介しとけば間違いないと思ってるから、うんうんね、本当にもういつもすごいな、その行動力は本当すごいなっていつも思ってます。あ、そうなんですね、そうそうそう、いやいやいや、人よりもねちょっと行動力、ちょっとねあのコメントもいただいているので、はい、すごいですよ、皆さんありがとうございます。私も今、ね、ありがとうございます、先してますのでね、あおなじみの皆さんの顔が嬉しいわ、ね、ね、たくさん見ていただいて嬉しいですね、はい、カノンさんね来た、いつも一番乗りでね、カノンさんもね、カノンさんもね、そういつも一番乗りありがとうございます、はい、で、ヨネアさん、今日のお客様は2010年からお友達になっていただいて、うん、多分一番古いうちの、ね、はい、お友達、うん、ソーシャル関係の友達かもしれません。もうすっかりプロになられて ね、すごくすごいですね、はい、そうなんですよ、はい、私もこの前小春のあの部屋、小春日和の番組出させていただきました、はい、名古屋まで行ってね、楽しかったです、ありがとうございます、ね、今度ヨネアさん、あ、私も逆にもうなんかすごい機材使ってるから最近ね、あーね、カノンさんね、そうそうそう、すごいプロフェッショナルなんですよ、うん、そう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 、はい、その大師匠がまた来てくださっていて嬉しいですね、水越さんお久しぶり、お元気ですか、ね、水越さんもねお元気ですか、ですよね、もうすごいのりこ、アンダーソーシャル界のドン、ソーシャル界のドンのりこ、どこちゃったの、アンダーソーシャル界から、あ、来た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 、あ、ありがとうございます、見てたんですよ、あの画面、あの、はい、私もう一度スマホで今見てます、はい、見てますか、はい、のりこアンダーセンさん、あ、シンガポールからね、あ、シンガポールからありがとうございます、はい、いやすごいタレント性のある方で、私今度会いに行くんですけど、そうなんですね、ぜひお会いしてみたいですね、すごい素敵な人よ、もうあのなんかね宝塚のね、あのなんか男役みたいな感じあ、本当に、ね、そう、ゴールドコーストぜひ8月にいらしていただければ、うん、ぜひおつなぎしますよ、はい、ね、そうですね、あれ、はい、お願いします、またご縁が、ヨネアさん、ヨネアさんは私のもともとこの番組の名付け親でして、名前悩んでた時に、はい、そうで、なんか研究所の名前 ラボを入れたかったんですよね、でインターナショナルも入れたくて、どうしようかなったら、はい、その頭文字を取ってイントラ TV がいいんじゃないっていうことで、うん、ヨネアさんの名付け親で、なんかね、あ、そうそうそう、覚えやすいですね、うん、イントロクイズみたいなね、はい、で、美穂ちゃん、あ、そう、ブリスベンお住まいの、この前お会いしたんですよ、はい、私、そう、2回転しながら聞いてますってことで、そう、東京の集客、ね、すごくもうあの告知をしてくださって、トモコパワーで本当にありがとうって言ってましたよ、本当美穂さんね、ありがとうね、いやいやいや、本当に魅力ながら、うんそうなんですよ、そうそうそう、で家がね近所で、まあなんとお姉さんが、義理のお姉さんが英語の先生をやってるということで、はい、今度 ね、私もお目にかかる機会がありそうなんですけれども、はい、ご縁はいいですよね、そこでなんかまたちょっとインターナショナルビジネスがこう生まれちゃいそうな感じだもんね、私ちゃんとですね、ぜひつながりましたけどね、そうそうそう、ことうん、あのビジネスね、そうそうそう、美穂さんの、うん、ね、まあ、美穂さん今オーストラリアにいらっしゃるから、こう日本とオーストラリアをつなぐようなね、何かそういうこともできたらいいですよね、そうですね、いや、できるとも、なんかもう思い切り噛んでる感じがするから、うん、あーね、ビジュアルズできてますかね、あ、すごい嬉しい、ね、皆さんからコメント、そう、たくさんありがとうございます、見えてます、まなみさん、はい、ね、まなみさん、まなみさん久しぶり、まなみさんもね、あの清美さんのご縁で、はい、運命の女子ランチ会で知り合って、あ、そうでしたね、で、そうなんです、うん、で3年ぐらい前からまたなあのいろいろあの仲良くなって、はい、去年からそのクロード・オブ・ウィングスといって、清美さんにもね入っていただいてるんですけども、うん、国際交流のグループを作りまして、はい、そこで一緒にあの運営を代表やってます、まなみさんと2人でね、そう、ありがとうございます、すごいね、楽しいですよ、もうなんかいくつもそのコミュニティとか団体とか関わってらっしゃるから、うん、あのトモコさんご紹介するときにどの肩書き
から行くみたいな感じになっちゃうもんね。いっぱいあってね。すごい。もう本当その行動力は、あれなんです、本当にもう本当私もついてきますよ。いや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 、とんでもないです。でもそうなんですよね。どちらかというと性格的に一つのことを動かすよりも同時にこう走らせる方がなんか多分向いてるみたいですね。だからさ、プロデューサー的なんだよね。指揮者的にいろんなものをこう同時できるっていう感じだね。マルチタスクでね。すごい、それはすごい才能だと思う。ありがとうございます。ね、では、ですね、美穂さん、はい、美穂ね、このリントさんですね。ともこさん、ママともこさんにお会いしたいですということで。この人そう、私もそうなんですよ。もうすぐ日本行きますよ。あ、そうなんです。どちらですか、勉強してるから。あ、そっか、じゃあ会えますね。すごすぎですね。銀座に最近よく行ってるんですよ。ね、仕事というか用事があって。はい、うん、あ、じゃあちょっと会います、ぜひ。はい。6月ぐらいまで、ストレッチトレーナーのドレスの金子先生っていうすごい変わって面白い先生がいらして、そうするとモンカゼさんで今並んでらっしゃるんですよね。ぜひ、そうなんですね。じゃあ、ぜひいらっしゃると思いますよ。おつなぎします。わかりました。ありがとうございます。ぜひ、あ、そうですね。つなが、はい、あ、大丈夫です。伊藤よしこさん。こんにちは。はい、はい、フェスで応援していた徳島県の伊藤よしこです。はい、ということで、応援フェスでこの間、ね、ご一緒させていただいてね。はい。ね、すごいですね。応援フェス、応援フェス後1ヶ月後、私は応援される側になり、セミナーコンテストに出演しました。あ、すごいですね。出場しました。私は優勝を逃しましたが、笑いを取りました。素晴らしい。で、それ大事。なんか私もさ、どっちかって言ったらさ、何かこっちもらえるも、はい、なんかみんなに喜んでもらったってのは、なんか私はちょっと価値があるかなって思っちゃうんだよね。そう、でも清水さんってもともと調布生まれなんですよね。関西じゃないんですよね。そうそう、でもなんか調布たちですね。うん、マインドがすごく関西っぽいというか、関西っぽい。こうなんか面白、楽しませてなんぼみたいな。そうね、そこすごい重要だから、仕事もそこを外したらちょっとできないですね、やっぱり笑いがないと。ね、でもそれってすごい大事ですよね。大事。ね、じゃあちょっとまた行きますね。すごいいっぱいメッセージありがとうございます。全部私スクロールで拝見してますのでね。ね、カノンさん、小春放送にご出演にタイトル決まったのよ、はい。そうそうそう。ちょうどカノンさんの番組出させていただいてる時に、ヨネさんから私が番組名悩んでるんですよねって言ったら、はい、これがいいんじゃないって言われて、それで決まったっていう経緯があるんですね。皆さん配信のね、そうそうそう、されてらっしゃる方だもんね。いやー、もう皆さんプロばかりで、私は新参者なのでいろいろと教えていただいてますね。ゆうかさ、まなみさん、ちょっと今さらライブ配信なのっていうのもちょっとびっくりした。そうそうそう、なんかずっとやってる感じあるよね。いやー、全然やってなくて、で、よくね、ゲストですごい呼んでいただいていて、あ、そうだね、ゲスト出演自体は多分15回ぐらいさせていただいたのかな、いろんな番組おかげさまで呼んでいただいて、ただそれを見るたびにいつもユーストリームで結構皆さんこうパソコンとか持ってきて、なんか音が出なかったりとかするのを見ると、ちょっと自分にはちょっと荷が重いなと思って、パソコン音痴というかなので、これで、ね、じゃあやりたいけどどうかなと思ったところに、水越さんですね、師匠のね、じゃあもう FLTV ですよと、もう Facebook ライブでね、スマホ時代でできるんだから、やんなさいみたいなことで、ようやく、はい、スマホ一台だと私もできるかなということで、そうでもやってみたらすごい面白くていいですよね、はい、楽しいライブ。もう確かにね、水越さんはもうすごい難しい配信のユーストリーム配信のいろんなこうテクニックを使ってされる方なんですけど、私もね、仲良くしていただいてるんですけども、時代の流れもあってね、はい、どんどんこう、より簡単に軽くなってきてるから、そのいろんな機材を使ってやるのももちろん素晴らしいし、合成したりね、すごいいいのができるけど、でもやっぱり皆さんがやりやすいって言ったら、今のこの Facebook ライブのスタイルっていうのは本当に時代にかなってると思いますよね。ね、で結構その簡単にYouTube にも落とせるので、まあ、自分の財産というかね、はい、保存してくれるものにもなりますし、で、なんかその水越さんが FLTV を始められた時の、まあ、今度番組出させていただく、はい、方とか その番組を見させていただいて、すごくなんか手作り感があっていいなと思ったんですよね、
まあ、もちろんなんかこうあれとか出ないんですけども、文字とか出ないんだけど、うん、でもなんかほのぼのしててすごくいいなと思って、で私もじゃあ絶対やろうと思って、本当にそうだと思います。だってあのスマホでできちゃうからね。ね、そうなんです。そこのやっぱり手軽さと、それであの、なんだろうな、あの本当に皆さんにまずやってほしいんですよ。みんなね、動画難しいと思いすぎてるから、こんなに簡単でこれ楽しいのっていうのがやっぱり本当に今ライブ配信だと思いますね。ぜひ皆さん本当やってほしいと。確かに私もでも本当に、まあ、沼戸養成講座も取りましたし、いろいろ受けてたんですけれども、やっぱりすごくこうハードルが高くて、でもやっとできて、でもやってみると何のことはないなみたいなことですよ ね、 本当ね。だって初回からすごい視聴のアーカイブすごいですね。そうなんですよ。おかげさまで、あのまたこれも清美さんのご縁をいただいた、あの大阪のねコミュニティ作り専門家の中野美希子さんの、はい、あの初回でお越しいただいたので、本当すぐ1000ビュー行って、そうなんです、おかげ嬉しいですね。あっという間にね、もうピューンと1000、そうなんです、スッと超えちゃいますもんね。そうでも本当に ね、 ね、見てくださる方がたくさんいるっていうのはね、ありがたいですよね、うんうん、そうですね。で、あ、いや、まあ、ちょっと読みますね。まなみさん、すごいたくさんいただいて嬉しい、行動力ね、そうなんです。あ、八田のりこさん、移動中見てます、はい、ということで、はい、名古屋のもマダムで本当にリアル日本人マナブで、今度ね、あそこなんですよ、彼女は今海外展開をしてて、私もこうご一緒させていただいてるんですけど、うん、あのまず第1弾が合同コースト去年ありまして、それから1月にシンガポールで2回させていただいて、うん、今度ご一緒にまたバンコクの方に5月11、12と行きますけれども、いやぜひお会いしていただきたい方の一人ですね、はい、もうこの間トモコさんに、うん、そうですよね、お会いになったと。ね、そう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 、のりこさんこの前、名古屋でもお会いしまして、はい、東京でも美穂さんのそれこそマッサージの時にもお会いしたんですけれども、相変わらずとても綺麗でしたね。ねえ、もう奇跡の還暦よね、うん、いや還暦でここまで綺麗な人は私は多分彼女が一番じゃないかしら、そうそうそう、今まで生涯の中で見た中で、うん、だからなんかすごく見るだけでご利益があるから、そうそうそう、なんか目標というか、そう、こんなに綺麗でいられるんだったら私もなんか頑張ろうみたいなね。ねえ、本当ですよね、いう気になりますね。そうなんですよ、私隣でこの間もセミナーの時にのりこさん話してるの見てて、はい、見とれちゃって自分のセリフ忘れるっていう感じになりますよね、うん、綺麗で本当本当、皆さんぜひお会いしていただきたい方の一人ですよ、本当に ね、ぜひお会いしていただいて、うん、で、そう、すごいたくさんいただいていて、はい、あ、そうですね、また美穂さん、トモコさん日本でぜひお会いしたいです、ゴールドコースのクラウドに、あ、そうなんです、後でね後半にぜひ、あの私が清美さんのところで伺うね、はい、ゴールドコーストのセミナーのお話もさせていただこうと思ってるんですけども、はい、水橋正和さん、はい、あの OSS の運営委員会の方ですね、うん、あ、そうなんですね、ま、水橋さんとも面白い企画がちょっと立ち上がり始めてて、あ、そうなんですね、面白いですよ、うん、水橋さん、おはようございます、キラッと来てました、うん、ね、本当に清美さんもすごい人脈をたくさんね終わりで素晴らしいですよね、知り合いは本当多いですね、あの、うん、やっぱりこの10年間で、うんうん、インターネットがほとんどなんですけどね、出会いの初めのきっかけは、うん、でも、ね、インターネットでお一人誰かと出会うと、うん、その方にもやっぱり100人200人300人素敵なお友達がいるわけじゃないですか、だからこれまで例えば10年間でリアにお会いしたの5000人ぐらいですけど、その5000人かける、うん、100×200 みたいな話になってくるでしょ、あ、だからその先にね、友達の友達の友達の友達とかね、うん、そういうつながりを考えたらもうちょっと数では出せないぐらいの、うんうん、お友達のつながりはありますね、きっとね、だから、うん、そういった意味で、ね、あ、こんなことしてるんだとか、こういう感じのことを考えててなんてどなたかに提案を聞くと、うん、ちゃ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 ってやっぱすぐに、あ、この人この人この人ってやっぱお顔が候補でご紹介した人の顔が浮かぶので、うんうんうん、うん、やっぱそれだけ教えが多いですよね、すごくね、おかげさまで、うん、ね、素晴らしい、精力的にね、いつも遠征の時もなんか北から南まですごいですもん ね、横断っていうんですね今度これからちょっと皆さんに来てもらえるようなものをもうちょっと作っていきたいなって思ってますね、やっぱゴールドコーストに限らずオーストラリア本当素敵なとこなので、うん、私も行きますけど ね、今度皆さんこちらに来ていただくようなものを作っていきたいと思ってますね、ぜひ私もちょっとね、はい、あの日本から連れてみんな行けたらなと思ってます。ヨネヤさん、
はい、視聴者数がすごい、あ、そうなんです、すごいね、たくさん視聴いただいてね、嬉しいですね、ありがとうございます。小野京子さん、北見さん、京子さんは久しぶりです、見てます、シンガポール、はい、お嬢さんがシンガポールにお住まいで、本当にもうしょっちゅう日本とシンガポールを行き来されてる素敵なお母様ですよ、もう本当天然に可愛い人、マッサージの時お会いしたんですよ、ちょうど、はいはい、そうです、いらっしゃってました、ね、正式に行った時にちょうどいらっしゃってお話しさせていただいて、ありがとうございます、ご視聴いただいて嬉しいです、ね、はったのりこさん、キャーくれますね、そう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 、京子さんね、のりこさん、キャーくれます、のりこさんの匂いが嗅ぎたい、もういい匂いするから、本当本当お花の匂いがするの、いつも、あ、矢野さんですね、矢野さん、女社長の矢野さんでしょうか、ね、はい、これは矢野、これはロンズルっていう字で、なんて読むのか、矢野さとこさんですね、あ、さとこさんですよね、はい、あのさとこさん、あのセレブなさとこさん、この間あの会社立ち上げられて女性社長さんにおなりになったので、うん、あの本名の漢字の方のさとこさんで、戻したんだ、だからか、あ、そう、私あのそれこそ清美さん の, あのセミナーで、セミナーじゃないや、あれでお会いしました、あ、止まっちゃった、なんでだろう、ちょっとお待ちくださいね、あ、止まっちゃった、うん、あ、水島、あ、今、ね、戻ってきました、そうそうそう、戻ってきました、大丈夫です、水橋さん、智子さんとも何かできたらいいなと思いました、 ありがとうございます、ね、はい、おつなぎします、あの彼女はルーマニアスペシャリストで非常に希少価値が高い方で、まあ、英語圏はね、あの結構人数いるんですけど、ルーマニアにつながってる方は私知る中では彼女が唯一なんですよね、またご紹介します、そうですね、狭い世界ですよね、ぜひぜひ水橋さんとつながらせてください、ありがとうございます、はいはい、そうですね、あ、久保さんもね、ご視聴いただいてて、タイからね、ありがとうございます、はい、バンコクからまた、タイ今度行かれるんですもんね、あれいつだっけ、6月5月ですね、5月、5月ですよね、何日でしたっけ、12日、うん、2日間ですね、なるほど、楽しみですね、そうです、で、あの今日ね、そうそう、すごいいろいろ話を聞きたいなと思っていて、はい、ね、私の質問というかね、なんか清美さんのことたくさん知ってはいるんですけど、知らないことも結構いろいろあって、はい、そこをちょっといろいろ聞きたいなっていうのがあるんですけ どうぞ、まず清美さんの、まあ、あのね、生い立ちを、まあ、調布でお生まれになって、でそれであのその後に、まあ、オーストラリアに渡られるわけなんですけども、もともとテレビの、ね、お仕事をされてらっしゃいましたよね、レポーターとかの仕事、ね、各局民放の日テレとか TBS とか、うん、まあ、そのあたりの番組をやってましたですね、うん、ね、うん、でそれでまたなんでそのあのオーストラリアにっていうのと、オーストラリア、はい、あのいろいろあるじゃないですか、アメリカもあれば、まあ、カナダもあって、はい、まあ、それこそイギリスもあって、で、あのそういう時ってあのどうしてその、まあ、いろんな皆さん理由があると思うんですけど、はい、なぜそのオーストラリアにされたんですか、はい、オーストラリアは完全に若気の至りなんですよね、本当に、うん、ほとんど、いや本当そうなのよ、あのいや英会話の、うん、勉強しなきゃならない状況でね、まあ、あの当時テレビの業界ってすごいバイリンガルのキャスターブームだったんでね、あ、それで、まあ、私英語できなかったので、まあ、英語をこう携帯を習い始めた時に半年ぐらい習ってるとちょっと喋れるようになるじゃない、それでどれくらい自分の英語が通用するのかっていうのでニューヨークに行ったんですよ、しばらく、そしたら全然もう歯が立たなくてニューヨークで、それででもまあ何週間か住んでるとだんだんこうそのアメリカのニューヨークの英語とか慣れてきて、で、ああこれはいいと思って、じゃあもう本当に本格的に休職をして仕事をちょっと1年ぐらい休んで、ニューヨークのハンターカレッジっていうところに留学する予定だったの、当初、まあ、そうなんですね、ニューヨークだったんですね、最初ニューヨークだったのよ、それで、あ、もうこれじゃあ一回帰って日本に帰ってそのハンターカレッジの留学の手続きをしようと思って帰国した時に、当時若気の至りで、日本に来てた昔のエックスハズバンド、ね、に行ってしまったんですよ。日本って知り合ったんですね。そうなんですよ。だからね、あ、知らなかった。全くもう若気の至りっていう感じで、うん、それでもうニューヨークはどうでもよくなっちゃって、それで、うん、オーストラリアの方にまあご縁ができちゃったっていうことですかね。あ、そういう
想定外なんですね。想定外って感じです。なんかそのお友達が住んでるとかそういうことでオーストラリアに行かれたのかなと思ったんだけど、最初はまあニューヨークで、それで、あ、また固まっちゃったかな。清美さん、あ、戻ってきました、戻ってきました。それで多分うちの方だと思います、すいません。あ、ね、ちょっと ね、あれなんですね、ネット環境がね。で、あれですよね、そうそう、そう思ってたんですけども、じゃあそういう経緯で、まあ、オーストラリアに行かれて、で、今の仕事を始められたのは10年ぐらい前なんですよね。はい、そうですね、まあ、うん、結婚してすぐにその20代の初めの頃に、うん、まあ、本当に、まあ、会って3回目ぐらいで結婚しちゃったのね。それで、うん、まあ、彼はオーストラリアの人だったので、まあ、オーストラリアと日本で離れてると寂しいねっていうこともあって、うん、まあ、私がオーストラリアに行かないでその元のエクスハスバンドが日本に来てくれたのね。それで引き続き私はテレビの仕事をこうしてたわけですよ。しつつ、はい、してて、それで、まあ、まあ、一つのきっかけは、こっちに戻ってきたきっかけは、一番大きな理由は私、うん、娘をこう、ね、妊娠したんですね。それで、もう当時、ワイドショーのレポーターとかやってたから、もうちょっとワイドショーのレポーターが妊娠してたら絶対無理なので、それでもう辞めましたね、テレビの仕事は。それで、じゃあオーストラリアに。パッと辞めて、うん、あ、一緒に暮らそうってことになったんですね。うんうん、それでオーストラリアに戻ってきましたね。はい、まあ、いい時だったかな、ちょうどいい潮時だったかなと思いますけどね、その当時。それ、超えちゃうと今度、本当子供が欲しいと思っても、うん、多分どんどん難しくなってくるだろうし、うん、で仕事的にも、うん、ね、ちょうど、うん、若手もどんどんこう出てくる時だったから、うん、本当に人生どうするっていう時に娘に恵まれたので、うん、私は自分の人生の中で、うん、一番こう自分がプライオリティにしたものってやっぱ家庭というか自分のこう、うん、旦那さんと娘がいてっていうものが本当に自分の理想だったので、うん、結構仕事辞めるのは全然未練はなかったですよね。あ、そうなんですね。うん、でもなんかそういう華やかな世界だと、うん、うん、そうそう、意外と、じゃあ連れて辞めてお嬢さんと一緒に、はい、まあ、行くことというか、家族3人で、まあ、オーストラリアで暮らすことになった感じですか。そうですね。でもまあ、その時はオーストラリア戻ってきて子供を産んだんだけど、1年ぐらいしか住んでなくてオーストラリアに。それで、また日本に戻って、そこから4年、はい、4年ぐらいかな、日本で、いたんですよ。日本で子供も幼稚園通ってたし、うん、日本で私は、うん、日本帰ってきたらまた仕事をして、でもうテレビはちょっとまた戻るのはなかなか大変だったので、うん、婚礼司会とか、うん、コンベンション司会とか、うん、そういう司会業を中心にやってましたから、司会業、はいはい、うん、忙しかったですね。ただ司会業のいいところっていうのは、うん、ほとんど、まあ、週末なんですよね、仕事が入るのが。だから、うんうん、もう平日は本当に子育てにこう夢中になって、それで週末と祭日の日は、うん、もうほとんど結婚式とか、まあ、司会が入ってましたね。そうですよね、そんなので、そうか、娘が年長さん終わるぐらいまでは、あ、そこそこそこ結構いらしたんですね、うん、で、はい、それでまたなぜやっぱり教育ですかね、向こうの教育を受けさせるっていうことで。そうですね、その間に離婚しましたからね、1回。あ、その間に、ね、あ、2回されてるんですよね。2回、同じ人と2回離婚してて、1回目の離婚が、娘がもうちょっと小さい時、2歳になる前からかな、1回離婚して、それで、なんでまたオーストラリアに戻ってきたかっていうと、もう1回こう、復縁して、じゃあもう1回ちょっとオーストラリアで、頑張ってみようかっていうような話もあったし、うん、それからあと、うん、やっぱ教育ですね。で、今後どちらの教育で育てるのかっていうので、うん、まあ、幼稚園の年長さんぐらいだったらどっちでも大丈夫だと思ったんですね、うん、それで日本では、うん、普通の日本の幼稚園に通いながら週に1回英語、完全英語教育の幼稚園にも行ってたんですね、うん、だから、うん、今だったらどっちでも OK というような状態で、いけるんじゃないか、3歳ぐらいだった、うんうんうん、それで、うん、どうしようと思った時に私は英語圏の方がいいなって教育的には思ったんですね。それで、じゃあオーストラリア戻って、オーストラリアちょうどプレップって言うんですよ。日本よりも1年ぐらいこう早くね、初期が始まるっていうのがあったので、ね、戻ってきたんですよ。そしたら娘は、まあ、週1回英語の幼稚園に通ってたから、聞くのはなんかできる、で歌なんかも、まあ、歌うのができる、でも会話とかができなくて、子どもの能力のすごいのっていうのはね、急にもう私5日間ボーンと英語の幼稚園に入れたんですね、彼女が4歳の時、ちょうど4歳ぐらいの時、そしたらあれだけおしゃべりする子が2週間言葉が全然出てこなくなったんですよ。
本当に。そういうものですね。で、1週間出てこなくて、で、先生もちょっと心配し始めて、でもニコニコ楽しそうに言ってるから大丈夫だって先生がおっしゃってくださって、そのまま行ったんですよ。そしたら2週間を超えたら急に出てきましたね、英語が。ダーッと飛び出して、どこでそれ習ったのっていうようなことぐらいやっぱり出てきて、2週間で脳の中がアジャストするんだっていうのを結構自分の娘を通して見たときに、英語教育と音楽は早い方がいいってこれ本当思いましたね。うん、そうなんですよね、そこですよね、もっと早い方がいいんですね。だからその、うちの子は4歳になったタイミングで戻りましたけど、うん、それが例えば、まあ、そうね、学校上がっちゃった後とか中学生になった後っていうと、うん、本人の努力がもうちょっとこう必要になってくるかなと思いますね。小さければ小さいほど適応性もあると思うけど、先生が言ってたのは、ね、面白いのはね、うちインターナショナル幼稚園やってたんですけど、全然その英語のできない中国人の女の子が入ってきた時に、うちの娘とその中国人の子が隣同士座ってて、でモニョ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 ってなんか話してるんですって。で笑ったりとかすごい楽しんで会話してるんですってね。それでよく聞いてみると、中国語でもないし日本語でもないし、かつ英語でもない、何かコミュニケーションしてるって先生に言われたんですよ。何を思ったんだろう。それはすごいと思いました。それで特にオーストラリアっていうのは移民の国だから、そのご両親のバックグラウンドが外国のことも結構あるんですね。だから家庭では英語じゃない言葉を話してることもあるでしょ、子供の環境が。だからそういった意味では、そのもうなんだろうな、子供の脳の中は非常にこう柔らかくなっていて、小さい時、うんうん、だから言語じゃない、その英語じゃない言葉でも、こう赤ちゃんがむにゃむにゃむにゃって話すような言葉でもなんか通じるものがあるんでしょうね。でその期間が終わったら、ね、わーっとやっぱり英語がもう温水のように出てきて、伸びてくるってことですよね。すごいですよね、やっぱり子供のその可能性というかね。そうですね、本当に語学と音楽、その聞くっていうところも、やっぱり繊細さっていうのは小さい時の方がきっといい、小さい頃から入れてあげるってことですよね、うん、そうですね。私なんかは成人してから英語習ってますから、いまだに頭の中でこっち日本語聞いて、うん、頭の中で変換して喋ってますからね。だからやっぱりこうテンポがワンテンポ遅れるんですけど、うちの娘なんかは両方バリンガルで育ってますから、もう瞬時に2つの言葉が入ってきて、2つの言葉を同時に理解してもすごく分かりますね、そこの違いだと。うんね、あれなんですよね、やっぱり変換してる時間がないですよね、ネイティブの人は ね, ねそう、やっぱり私もそうなの、大人になってからやったので、まあやっぱでも英語で聞いたら英語で答えるというか、英語で聞いて日本語に直してないですけど、でもやっぱり多分ワンテンポあると思います、考えるね、なんか一瞬比べたら、うん、そう、うんうん、まあ、そういうのも私もあって、子供の時から英語教育をするのはいいかなと思って、まあ、リトミックというか、はい、音楽と合わせながら、まあ、お教室をやってるんですよね。子供は本当にすごいそのまま発音できるし、うん、でちょっとコメントがねたくさんたまったので読んでみたいと思います、はいね、私も今勉強してます、水谷さん埼玉だ、あそう、私埼玉生まれで東京育ちなんですけど、埼玉で中学生まで、川口と浦和にいまして、で伊藤さん、三角の中にびっくりマークが出てました。マッカーキムさんの画像のようにこれは何だったのでしょうか。で、水橋さんから回答が、通信状態が不安定ってことです。そうですね。ね、ちょっと、ね、オーストラリアたまになりますよね。うん、もうオーストラリア今、ね、アップグレードしてるんですけど、日本よりもはるかにスピード遅いので、うん、たまにそういう風になったりしてね。ね、大丈夫です。伊藤さん、私は元江戸っ子です。オーストラリア一度だけ行った時があります。で、さっき面白いこと、26歳の時、オーストラリア食事の量がすごかったのと、ケーキが甘すぎ、お茶漬けのご飯がなぜかでした。面白い。酢飯なの？なぜ？なぜ？なぜ酢飯？そう、でもなんかお寿司のあれでだね、あれしちゃったのかもしれないですね。うん、何？全部お米が要はお寿司になってたのかもしれないです。お寿司用のお米を使ったのかもしれないですね。そうこっちの人にはあまり違いが分からなかったかもしれないけど、さすがに日本の方にはちょっとですね。ね、そうそうそう。水橋さん、早期教育の効果はすごいですね。でも本当すごいんですよね。本当そうですね。かちゃんっていうか、ちっちゃい子は、うん、あと頭が柔らかいので、でですね、あと
あ、中野美希子さん。ああ、そうそう、中野さん、集客所、ありがとうございます。見てますってことでありがとうございます。そうかそうか。ね、それでまあ、お嬢さんもこっちに来てもすぐ生活にも慣れて、はい、で、清美さんは、その、今やってらっしゃるお仕事の前の旅行代理店にお勤めになり始めたんですか？日系の、TV にいたりとか、うん、あとは、うん、渡辺ウェディングといって、当時海外挙式がブームだったんですよね。で、まあ、海外挙式の、通訳改造みたいな仕事をして、うん、それからその後に JTB ですね、はい、ケアンズ支店と、うん、あとゴールドコーストの方の支店で、うん、私はどっちかとお客様と接するのが好きだったので、あのツアーガイドをして、うん、その後ドライバーガイドになって、だから大型バスの免許大型できるって、すごい、運転しながら喋るっていうね、なんか適職ですね。もう喋る仕事してないからね、ずっと社会に出てから。でも話が上手だからね、すごくいいですよね、うん、話すことのみでしょう、多分今まで話すことだけしかしてないのでもうずっと生涯現役でいたいと思ってますけど、ずっと喋ってるでしょうね、もうあの定義される前日まで喋ってると思う。その瞬間までそうかもしれないね。そうかそうか。でもそんな、清美さんなんですけども、そうですね、あのこれからこの後半というかは、清美さんが今やってるお仕事のお紹介だったりとか、これから皆さんに、まあ、お知らせしたいことだったりとか、はい、あと最後は、清美さんの今後の、まあ、展望というか野望というか、こんなふうに、はい、そうしていきたいというのがあれば教えていただきたいんですけど、今のお仕事はどうですか？はい、あのおかげさまでもう起業して今年で10年目、うん、あの2010年の8月1日にうち起業しまして、そうなんですね、今年の8月であのちょうど10年になるんですけども、あの今まで、うん、あの私はやっぱオンラインにすごく可能性を見つけてきたのは、あの、うん、一つは個人的にはあの2度離婚してシングルマザーだった時に、自分自身がやっぱりインターネットから本当に最高のベストの伴侶をやっぱりイギリスの方から引き受けることができたということで、個人的にもプライベートにもやっぱりそのインターネットの可能性ってすごくやっぱり素晴らしいと思うんですね、うん、それでそれをお伝えしてきて、ね、今は仕事でしてるわけですけども、うん、今まで主にやってきたのは、まあ、智子さんも入ってくださいましたけども、オンラインのいろいろなソーシャルメディアのスキルを使って、ビジネスを持つ方が自分で自分のブランディングとか告知だったりとか集客だったりをできるというような、そういったあのスキルを教えてきてるんですけども、まあ、10年目の節目ということもあるんですけども、今後はあのうちの講座生さんに、私の代わりというか、うん、教えていただけるようなポジションをたくさん作っていてですね、それ で、 いいですね、あの今まで以上に皆さんと一緒にビジネスパートナーとして、うん、ビジネスを拡大していこうと思っています。でどういうふうにするかというと、今まで例えば私のセミナーだったら私がこう出ていくというようなことがほとんどだったんですけども、うん、去年、まあ、一昨年ぐらいからあのプロデュース業が、まあ、自然と出てきてですね、うん、仕事の中に、でうちの講座生さんをこうティーアップするというか、セミナー作ったりイベント作ったりとかということで、うん、まあ、自分が表に出るというよりはどちらかというとちょっとこう舞台裏の方でいろんな作業をさせていただくことが多くなってきたんですけど、それがね、すごい自分ではすごい向いてると思うんですよ。だから今もちろん自分も出てくことはあるんですけども、どっちかって言ったらその、うちの講座生さんやお客様を輝かせるようなプロデュース業っていう方が多くなってきてますね、うん、だからここ素晴らしい、あの、まあ、智子さんもそうですけれども、私一人がこう抱えていた仕事をどんどんそのビジネスパートナーの方にお振りして、うん、でもイーブンでね、もう 50-50 で一緒にこう、うん、あのビジネスを育てていこうっていうようなものがたくさんできてる、うん、それの一つがセミナーの教材だったりするし、うん、だからうちのオンライン講座にどんどんうちの講座生さん、卒業生さんが講師とかね、うん、アドバイザーとして実際にお客様に関わっていただくようなポジションもどんどん作っていく、だから、まあ、いろんなコミュニティがあると思うんですけど、あの、うちの場合はどっちかっていうと、もうママ友でみんなこう仲良くねっていう感じでは全くないので、まあ、ご存知だと思いますけど、かなりもう 100% 結構ビジネスフォーカスしていて、で結果を出していくっていうようなところがあるので、うん、もう本当にビジネスでフォーカスしてる人にはうちのコミュニティはいいのかなと思いますね。そうですね、女性の、私もね、そのメンバーで、うん、
入らせていただいてるんですけれども、やっぱりあのグループでやるこのモチベーションというかね、うん、あの一人だとこうちょっとまあアップダウンがあったりとかして、こうもういいかなみたいな時も、やっぱりそのグループセッションに出るとみんなも頑張ってるから自分も頑張ろうと、ね、いう思える、こうエネルギーをもらえるっていうのは、うん、やっぱすごい、あのとても大きいかなと思います。すごい大事だと思います。あのやっぱり個人で例えば1対1で話す個人コンサルの重要性っていうのもとてもあるんですけど、うん、今までうちはどっちかというとそちらの個人コンサルが結構主流だったんですね。それで、まあ、あのグループで話すのは本当にこう部活的にサービスの感じでやってたんですけども、そうじゃなくてもう本当にきちんとそれをビジネスの中に組み込むことによって皆さんの参加する姿勢っていうのもすごくやっぱり気合が入ってきますよね、うん、これはだからあのお客様のためでもあり、でかつそこからあの自分のビジネスパートナーに育っていく方が出てくるわけですから、私も今まで以上にやっぱりすごい真剣になりますよね。どうやったらその人の売り上げを達成できるかとか、どうしたらそのコラボが成功するかっていうことを常にやっぱり考えているので、だから自分だけの成功率を上げるんじゃなくて、その自分が組んだ方とのその成功、その2人の成功率、3人の成功率っていうのを高めていかないといけないのでね、うん、だから自分一人だけ良ければいいっていうことではなくなってますね、うんうん、すごいやりがいはありますよ。そういうね、ステップというか、うん、そういう段階に来てらっしゃるんでしょうね。はい、そうですね、うん、楽しみですね、これから、はい、ちょっとまたコメントが溜まったので、はい、読んでみると思うんですけども、美穂クレモンズさんから、はい、ファミリービジネス展開するぞということでね、あ、すごいいいと思いますよ、まあ、私の中で完全シナリオできてますからね、あとはやるかやらないかだけです。さすがね、はい。で水橋さん、僕も、英語の教書からのでそのあたり分かりますってことでね、そうそう、早期教育のことですよね多分ね。中野美希子さん、運転しながら喋る、やっぱり喋るんですねと。そうですよね、さっきのねツアーがいいかもついてますから。そうそうそう、いやでもすごい想像できますよ、向いてますよ絶対ね。お客さん閉じ込めて好きなことをできちゃうじゃないですか、ツアーガイドって、うん、ね、最高。やっぱりでもあのどこに行くのかも大事ですけど、誰と行くのかってすごい大事ですよね。ガイドさんって全然違うからね、ツアーの体験とか、責任重大というか、うん、でも自分もやっぱり旅行よく行ってたので分かります、ツアーガイドさんで、ね、全然変わってきますよね。そうですね、ね、ゆうこおなるあさんですね、あ、コミさんいらっしゃいますよね、コミでね、はい、うん、ともこさん、きよみさん応援してますよということでありがとうございます。ゆうこさんがちょっと今すごいもうこう巨大なダイヤの原石みたいな感じで、もうすごいですよ今彼女が、あの私彼女に会いに行くんですけど5月に、はい、ああ、そうなんですね、キラキラしててですね、うん、シンガポールに今ゆうこさんどちらにいらっしゃる、あ、シンガポールか、本当、はい、すぎる方、それあの、うん、私の双子みたいなところがあって、あのともこさんは私のすごい妹っぽい感じの、うん、感覚なんですね。彼女は、彼女は全然年若いんですけども、あの双子みたいな感じよ。もう私がもう一人いるみたいな感じ。そう。ちょっと会ってほしい。きよみさんがもう一人なんですごいですね。もう一人って感じ。あ、彼女にこの部分をもうテイクオーバーしてもらっても大丈夫だって思っちゃうの。本当に。うん。それからいいですね。そういう出会いがあってね。うん、はい。またご紹介しますね、改めて。あ、ぜひぜひね、うん、あ、でも多分繋がってるからもね、で水橋さん、僕も今後ビジネス支店のプロデューサー業も広がりそうです、あ、はい、素晴らしいですね、うん、いや彼素晴らしいです、ヤコエフェスを裏で動かした人ですからね、うん、彼がすごいですね、うん、で、美穂さんね、ともこさんということで、また後日ね、そう結構ね、美穂さんも日本に何度もね来て、はい、遠征で来てますので、またぜひお会いしたいと思います。え、水橋さん誰とやるかですね、うん、本当そうなんですよね、やっぱりやることっていうのはね、たくさんいいことってコンテンツたくさんあると思うんですけど、やっぱ誰とやるかってすごく大事ですよね。そうだから、それはもう自分が、うん、例えば個人会社だったりとかね、まあ、個人のオーナーさんの場合は選べるじゃないですか、うん、例えば会社組織で上司この人嫌だからとか、うん、同僚この人気に入らないからって、うん、なかなかそれはできづらいけど、自分のオンビジネスだったら、そうそう、あ、誰と組んだら楽しいかなとか、誰と仕事したら面白いかなっていうことが選べますでしょ、うん、だから、うん、その人間関係上のストレスっていうのは、まあ、ないに近いんじゃないかな、だって好きな人だけと、うん、それやっぱり大きいですよね、うん、そうですね、そこは大きな違いですね、素晴らしい、
そうですよね。そうですね。あとはそうか。あ、そうそうそう。清美さん、ぜひ、今後開催されるセミナーとかのご案内をお願いできればと思うんです。いろいろ控えてますよね。はい、はい。もう早速そういうふうに言っていただけるのかなと思って、写真とかも張り切って用意をしといたわけなんですけど。素晴らしい。そうそうそう。結構続きますのでね、セミナーとかが。うん、はい、それですごいですよね。毎月ですよね。毎月ほとんどやってますね。うん、あとオンラインでも、うん、オンセミナーをやってますので、結構数はすごい数に今なってます。ただですよね。うん、はい、今やっぱり力を入れてるのはうちの講座生さんとのやっぱりコラボっていうのが一番私の中では、うん、力を入れたい部分。自分のオンライン講座だったら、うん、これ思い立ったらすぐにでもオンラインだったらできるじゃないですか。でもやっぱりうちの講座生さんとのコラボっていうのは、うん、そういうわけにいかないで、やっぱりこう企画してって、うん、計画してってっていうことになると思うんですね。それでじゃあちょっと順番に日付が近づいてるもの、そうですね、若いものからお願いします。はい、こちらなんですけど、はい、はい、ちょっと今は、うん、見えてます。ファイリングしてちょっとね飛んじゃってるかな、うん、こんな感じなんですけど、あ、でも大丈夫です、見えますよ。しかもカメラが逆さまになってるわ。まあ、雰囲気だけ見てもらいたいなと思うんですけど、こちら5月の、8日にシンガポールで開催するセミナーなんですけど、今こちらの中央に映ってる方が先ほどお話に出てきた、ゆうこおのさんという方なんですけどね、彼女今うちのオンラインコースを受けてくださってる途中なんですけど、通常皆さん卒業してからコラボをされるんですが、彼女の場合も本当に力が余ってるの で、もう早速5月にご一緒させていただきます。で、自分で、まあ、自分の人生をクリエイトしていこうということで、うん、まあ、主にこうビジネスマインドであったりとか、あとはどうやって自分自身の人生を運が良くなっていくようにできるかっていう非常にポジティブな、はい、テーマでさせていただきます。それからそのシンガポールの後なんですけど、こちらなんですけど、はい、これは5月の11日にバンコクの方で、開催するセミナーで、これは先ほどお話にも出ましたけども、八田典子さん、名古屋の方ですね、はい、それからこの間シンガポールでお目にかかったバンコク在住のもう22年ぐらいバンコクに住んでらっしゃる小畑さんというオーガナイザーさんがいるんですけども、彼女との3人のトリプル のコラボになるんですけども、主にその、はい、八田さんのテーマでさせていただくんですね。私がこう舞台裏の方を担当してるんですけど、まあ、オンラインを使いこなすことはもちろんですけども、はい、あとはまあ、のりこさん見ていただくと分かるんですけども、どういうふうに年齢を重ねていったら、ね、スローエイジングであれほどやっぱり美と健康と美しさを保てるのかっていうところが、まあ、一つのメインテーマになってます。で、翌日はですね、こちらちょっとお写真だけなんですけども、はい、それを実践していただくということで、まあ、八田典子さんのイベントということで5月12日バンコクのフレンチレストランの方で開催するんですけども、うん、美しい女性のやっぱり身のこなしですね、例えばこう、うん、お食事する時の動作だったりとか、はい、立ち振る舞いとかですね、うん、そういったところを、うん、実際にフレンチレストランの方でお食事をいただきながら、まあ、典子さんのイベントということになります。そしてこちらが7月、はい、6月30日と7月1日になりますけども、こちらお泊まりですね、楽しいですね、北海道の、芦別というところなんですけども、ラベンダーで有名な富良野からも近いところになりますが、一泊二日の北海道合宿セミナーというのを、これも本当キラボスのように急上昇されました藤原さと子さんというね、ユーザーの方がいらっしゃるんですが、まあ、ご主さんもね、ね、はい、コラボで一泊二日一緒に皆さんで寝食を共にしてですね、はい、主にこれはモチベーション系のですね、皆さんのマインドブロックを取って、それで、そうもやもやしたものを全部こう綺麗にしてですね、で、翌日は新しい希望に満ちた宣言をして、そこから再スタートするというような、まあ、いいですね、すごいね、はい、ありがとうございます。そうです、5月で探し出してくださって貼っていただいたり、米谷さんありがとうございます、バンコクセミナーのね、ありがとうイベントの貼ってます。写真が逆さまになっちゃってるし、写すとこういうところありがたい、もう配信してる方は、ね、こういう本当にもうやってほしいなって思うところを見つけてくださるから本当に嬉しいですね。素晴らしいですね。あ、で、岸田ひとみさんもね見てますとか、はい、オーストラリアでのセミナー楽しみにしてますとか、ね、いやもうひとみさんの後にまたセミナーされたんですけど、中野美子さんを
あ、そう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 、大阪でね、うん、すごかったですね。私もう感動しました、うん、あのひとみさんのあのエネルギーというか破壊力というか、うん、破壊力すごかったですね。デストロイシャル、うん、すごい。でなんかそれのご縁で、まあ、中野さんをお呼びになったということで、私中野さんとも5年ぐらいお付き合いがあるんですけど、うん、中野そうですよ、ね、うん、リッコさんっていう本当カリスマのコミュニティされてる方で、うん、彼女もすごい、私今回学ばせてもらってるのは彼女の、うん、まあ、3年ぐらい続いてる有料のコミュニティがあるんですけどもね、あの、うん、ママ起業家さん向けの、そちらセミナーされた方が1ヶ月、ね、あの体験で入っていいですよっていうようなオファーがあったんですよ、うん、で今そちらの方にあの数日前からあの参加させていただいてますけど、目から鱗、うん、あ、コミュニティが長く続いて、まあ、彼女の子常に80人から100人ぐらいの有料のメンバーになったんですけど、そうですね、そのなぜ それほど皆さんがこう熱狂的に愛して彼女のことを、それで今回も日本からお見えになってた方もいらっしゃいましたけど、うん、中野さん、うん、あの長く皆さんにその愛されるコミュニティの作り方っていうのは、うん、リッコさんは王道じゃないかと思いますね。そうですね、うん、すごいですよね。トモコさんもね、あのもう何年か入っていらっしゃると思いますけど、うん、そうですね、メンバーであのいろいろあのメンバーさんとも仲良くさせていただいていて、うんうん、あ、みきこさん鱗出たって書いてありますわ。もうね、鱗剥がれて剥がれて、もう目がそのまま取れるんじゃないかって思っちゃったぐらい本当に面白かったのよ。だってもうセミナー何のセミナーか全然わかんないんだけど、そのタイトルから見ると、まあ、タイトルはサロン、オンラインサロンの作り方なんだけど、なんだっけ、お金が欲しいなら なんかれみたいな、そのセミナーでしたよね、うん、でもよかったですよ、本当にもう、あ、やっぱセミナーの醍醐味やっぱ楽しいことだなと。そう、もうそれライブ感ですよね、大事、うんうん、本当私はど真ん中のセミナーでした、ね、てか自分もオンラインの、 あのやってるし、オンラインの講座、有料講座やってるので、サロン的なもの、うん、うちはコミュニティって呼んでますけど、勉強会とかコミュニティって呼んでますけど、うん、あの形式は一緒ですよね、毎月あの、うん、お月謝がかかる形式なんですけど、うん、あの中野さんのされてるコンセプトとはうちはかなり違うんですけど、でも、うん、中野さんのところでやってらっしゃるやり方っていうのはすごく参考になりました。私は彼女とのいろんなものを任せてないですね、うん、まだ任せきれてないみたいな、うん、そこをすごく今回はあの学ばせてもらってますね、うん、うん、委ねるね、大事ですね、うん、いや本当すごい方です、まあ、もう5年ぐらい前からあのお友達でお付き合いさせてもらってますけど、その彼女が、うん、彼女の逸話っていうかすごいみきこ伝説っていろいろあるんだけど、彼女が大阪のセミナーにこんな大きなお腹で来てくださって、うん、それで特典で個人コンサルが2人当たりますよっていうところにみこさん当たったんですね、うん、それで当時スカイプ の、 あのオンラインの講座のやり方をお教えする機会があったんですけど、うん、それをすぐ実践されて、それでもう結構高額なあのコンサル料を取れるようになられて、うん、でそれがもうあっという間にできちゃったんですね。それで赤ちゃんを産む朝かな、うんにメッセージもらって、うん、あ、きよみさんこの間ありがとうございますって言って、うん、今から赤ちゃんを産みに行きますけど、うん、産む前にまずお礼が言いたくてって言って、もう陣痛とか始まってたりとかするタイミングなのかな、ね、本当ですよね、そういう感じの人、うん、そう、すごいの、なんか、うん、みこさんもすごいなと思うのは、なんかいろいろとらわれてないっていうか、既成概念がないんですよね、うん、そうだから宇宙人みたいだなと思ってるんだけど、うん、そこがすごい魅力的な、ね、本当にすごい、その与え度がもうすごいと思う、うん、私はまだまだ彼女のことをオープンにできない部分がすごいたくさんあることに気がつきました今回、うんうん、そこまで手放した学びが、ね、あったんですね、うん、だって今年彼女のもう本当すごく主なキャッシュポイントになってると思うんだけど、彼女コンサルでやっぱ5万円ぐらいチャージされる先生なんですけど、うん、それも 今のところ今年は手放して、セミナーも手放してってことで、あのみきこレンタルに特化してるんですよね、今年は、うん、だから呼ばれたら世界にこう無料で行きますよ、うん、ってその代わりそうそうそう旅行代金とかは、ね、あの負担してくださいっていうので、ほぼだからそうすると10日交換みたいなものじゃない、セミナー的にはね、行ってセミナー無料でしますよってことでしょ、そこの発想がまずすごいですよね。そう、本当にそうなんですよ。中野さん面白いんですよ。すごくいつもお世話になってて、ね、今日も見ていただいて。だから、ね、ママ起業家さんもぜひまず中野さんのサロンそうですね。
うん、サロン入ったらいいんじゃないかと思います。本当、まあまあこれから何か起業したい、うん、もう起業したいものは分かってるけど、ね、まだどうやったら分からないっていう方は、うん、私ももうどんどん、そうそうそう、中野さんがいいよってご紹介してますけど、本当に本当そう思います、うん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 、ね、本当そうですよね。森田さとみさん、こんにちは、見てますということで、そう、さとみさんもねすごくアクティブで、今度ケアンズ、ケアンズでねファミリーツアーもされるということでね、はい、そうそうそう、ありがとうございます。すごいね、子供連れてくるからね、子供連れて、そう、子供もブリスベンにケアンズから来たりとか、そう、めちゃめちゃアクティブなんですよ、うん、そう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 。で、さとみさん、身は残しました、あ、鱗の話ですね多分ね。身は残しました。何の実が残ってんのかな。中野美津さん、恐縮です。あ、カールさん、中野さん、清美さんのオンラインサロンもぜひね。はいはい、カールさんまた戻ってきてぜひ、ね、みんなすごいビジネスフォーカスやってるからもう今ね、暑いですよね皆さんね、すごく、うん、いいですね、あのエネルギーはいいですね、すごいね、うん、あと、ひとみさん、セミナー開催以来ご利益がどんどんです、素晴らしいね。本当よ、本当本当、もう中野美子さんに触るだけでご利益、ご利益あるからね、うん、ご利益が、うん、あ、ある、あ、でも東京に今度いらっしゃるのね、4月の末にね、ちょっとねお会いしたいなと、うん、ね、そうなんですよ。水橋さん、オンラインサロンされてるんですね。ね、そうなん、でもあれは今女性限定かしら、女性限定かしら、基本的に、はい、ですよね。そうですね、はい、で、すみません、その北海道のセミナーの次の日にのりこさんもまたセミナーがあるんですね。そうです、のりこさんの北海道セミナーがありますね、うん、セミナーはそれが7月の、うん、7月の2日ですね、2日ですよね、うん、はい、で、じゃあ、あとで私見つけて全部リンク、本日のとこに貼っておきますね。すいません。皆さんね、お手間おかけしました。はい、で、それが終わっ、あ、そうそうそうですね。で、それが終わったら、そうです、そうです、8月、8月。はい、8月の25日、私が、はい、そう、今度、ゴールドコーストに伺います。なんです。そうなんですよ。長年、トモコさんとはタッグ組みたいってずっとお互いに思ってて、で、お互いその自分の、仕事がすごく忙しかったので、なんか構想はずっとあったんだけど、なかなかじゃどこからと始めるっていうことがなかなかね、なくて、で、今回、うん、ゴールドコーストに見えるので、じゃ観光だけじゃなくて、やっぱりせっかくお見えになるなら、ね、タッグ組みましょうよっていうところから、うん、始まってますね。そうですね。それがまた、今ね、単に現地でやるセミナーだけじゃなくなってきちゃってるから、今ね。そうですね。本当、日本から、まあ、清美さんに会いたい人とか、うん、ゴールドコーストを満喫した人とか、本当に家族でみんなで、その例えばどこかね、コンドミニアムを借りて、そういうことで合宿ではないんですけれども、はい、子どももね、一緒にワイワイできたら、ちょうど夏休みの時期ですので、はい、そういうのをちょっと今企画してますので、はい、またこちらの方でも、清美さんのタイムラインの方でもいろいろご紹介させていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。またスクタリトモコトミズになりますからね、うちのタイムラインが。いやいや、お祭りみたいな。清美さん、他に何か告知しておきたいことありますか？そうですね、今本当に考えてるのは、うん、私が一番得意なのはやっぱモチベーションの分野ではあるんですけど、うん、モチベーションを高めることで、例えばそのビジネスにも非常にいい影響があるし、うん、それから健康面とか家族とか人間関係とかにもこう影響が、うん、こういい影響が出てくると思うんですね。ですよね。それをやっぱりみんなが自分でできるようになってほしいですね。もう誰かに頼ったりとか、ね、何かにこう依存するのじゃなくて、うん、自分がそのモチベーション数値を入れることができるっていうふうになれば、いろんなものが人生向上できると思うんですよ。それをやっぱり今後うちの講座では、すごくメインテーマとして常にそのあたりは伝えていきたいと思ってます。それで今私がその自分のセミナー業というよりはプロデュース業の方にこうシフトしてきてるのでね、結果を皆さんに確実に出していただけるその勝率を高めていきたいですね。だからこうビジネスだったら売上とか集客とかを反映してくると思うんですけども、あとは劇的に人間関係を変えるとか、あとうちの講座入られる方、結構劇的に会社を辞める方が最近多いんですね。あ、会社辞めてきましたっていう方多いんですけど、結構そうなってくると本当にこう私も責任を感じて、すごくじゃあその人に独立して頑張ってほしいという気持ちがあるから、そこまでやっぱ覚悟決まってる方に確実にやっぱり勝っていただけるような、そうですね、結果を出して結果出すってことですね、だから私もますます
体も鍛えていかないといけないですし、前向きにも今以上に鍛えていく必要があるので、はい、お客様に何かお伝えしたりとかお教えすること以上に自分をやり続けるってことは絶対大事だと思うんですね。うん、そうですね。あ、皆さんありがとうございます。貼っていただいて、あの佐藤子さん、ね、こちらということでありがとうございます。シンガポールセミナーもありがとうございます。ゆこさんも皆さん、うん、本当素晴らしい。もう私が貼れないところを皆さん貼ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、ひとみさんね、きよみさんにお会いするだけでアドレナリン出ますよね。そうそう、アドレナリン出ますよね。よくそういうふうに言っていただいて嬉しいです。出る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 、ね、ありがとうございます。はい、では、そうです。あ、ちょっとね、時間を超えちゃった。で、きよみさん、今日はお忙しい中、どうもありがとうございました。また、この後、個人セッションでお会いすると思うんですけど、はい、一度ですね、きよみさんとお別れをして、今後の、イントラ TV の、放送に、配信についてお伝えしようと思いますので、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今度、その番組にもぜひ。皆さん、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではですね、私の方から最後にちょっとお知らせがありまして、これを反転を取って、ですね、今日もご視聴皆さんいただきましてありがとうございました。今度次回のですね、イントラ TV なんですけど、見えますかね。4月18日水曜日。こちらがですね、いつもと時間がちょっと変わります。フィンランド、ヘルシンキですね、とつなぎますので、16時から。オフィスラポールカナダの堀野直子さんをお招きして、こちらは10時半からになります。で、そうですね、直子さんは、カナダの留学、バンクーバーであなたのやりたいを形にするという、オフィスラポールカナダをやってらっしゃるんですけれども、そのお話を伺ったりしたいと思います。で、あとはですね、私の方からもういくつかお知らせがありまして、今度ですね、5月の5日ですね、5月の5日、見えますかね、見えるね、はい、5月の5日ですね、これは葛西臨海公園なんですけれども、まあ、本当に、ご家族の方、単身の方ももちろんウェルカムなんですけれども、こちらで、ピクニックね、葛西臨海公園でやる予定です。で、どうやったらその情報がわかるかというとですね、私の、ところにメッセージを直接いただいても結構ですし、このクロード・オブ・ウィングスという、というこれも見える。この団体を私と、千葉の英語講師の、まなみさんがやってるんですけれども、こちらの方を、Facebook のグループになっているので探していただいて、申請をいただければメンバーになれますので、そこから、情報をお送りすることもできます。で、これは葛西臨海公園ですね。葛西臨海パークに。なってます。で、もう一つですね、このクロード・ウィングス主催のイベントで、今度は6月の9日になります。銀座で、和食を作る会を、英語で和食を作る会をやります。見えるかな？見えますか？はい。こちらですね。こちらはですね、私が仲良くしている、銀座にワランさんといって和食の、割烹があるんですけれども、料亭ですね。で、そちらをお借りしまして、本当のそちらでやっている板さんが、実際に和食の作り方を、英語でというか、私とかが通訳をする形になると思うんですけども、教えてくださいますので、そういった形で、イベントを2つやってますので、もしご興味がある方は、直接スクタリオトモコまでご連絡いただくか、この Facebook 上でで見えるかな、クロード・オブ・ウィングスですね。見えるね、見えますね。はい、クロード・オブ・ウィングスと入れていただけるとグループが出てきますので、そちらから参加希望を出していただければ詳細を送らせていただきます。はい、それではですね、ちょっとね、今日10分追加になってしまったんですけれども、この辺で、お別れしたいと思います。で、まなみ先生の方にもですね、ぜひ、この番組に出ていただきたいと思ってるんですけれども、多分ですね、ちょっと待ってくださいね。
もしまなみ先生が OK であれば5月の2日に、お願いしたいと思ってるんですけど、またちょっ と、お話をして決まったら、こちらの方に、連絡させていただきます。で、ひろこさんですね、ありがとうございました、お疲れ様ですということで、ありがとうございます。で、かのさん、きよみさん、ありがとうございました。で、まなみさん See yes、 あーですね、戻ってきたんですね、まなみさんね。ヨネさん、次回のともこちゃんのイートラ TV は、4月18日の総、4時ですね、4時になります。なので、まなみ先生 OK なのかな、5月の5日の前にですね、一緒にクラウドオブウィングスを、運営しているまなみ先生をですね、こちらの テレビの方にお招きしていろいろお話をしていきたいと思います。はい、それではですね、ちょっとね長くなってしまったんですけれども、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。それではですね、次回ですね、来週ですね、See you on、April 18th ですね、の16時、日本時間の16時にお目にかかりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。さよなら。